エヴァン・クラーク・ウィリアムズはアメリカ合衆国の起業家。ブロガー、ツイッター、ミディアムなどを創業したシリアルアントレプレナーとして知られる。ネブラスカ州、クラークスの農場に生まれ育った。夏には農作物用の灌漑作業を手伝っていたという。ネブラスカ大学に1年半通った後、 キャリアを追求するためにキャンパスを去った。大学を離れた後、テキサス州、ダラスやオースティン、キーウェストといった地域にあったベンチャー企業で、いくつかの技術系の仕事を経験して、しばらくした後また、ネブラスカの家族が待つ農場に戻ることとなる。1996年に、技術系の出版会社で働くために、カリフォルニア州のその間郡にあるセバストポールという町に移り住んだが、 これがティム・オライリーが設立したオライリーメディアだった。最初はオライリーにマーケティングのポジションで入社したが、後にプログラムコードを書くフリーランスのプログラマーとなり、それが後にインテルやヒューレット・パッカードなどとのフリーランス契約を関係を持つきっかけとなった。メグホーリハンと共にプロジェクト管理ソフトを作るためにパイア・ラブスを立ち上げる。これは ノートテイキングの機能が主たる機能であり、後にまだ当時珍しかったブログを作成し管理するウェブアプリとなる。ブロガーとなる。ブロガーという言葉を発明して、これがブログが世界で流行する権威役を担ったとされる。後に、パイラは主要な従業員が去った後も生き残り、2003年2月13日最終的に Google に買収されることになる。 プロガーを普及させた功績として、ホーリハンやポールはウッシュラといったパイラの元主要メンバーたちと共に2004年の p c マガジンの People of the Year に選ばれた。2004年に Google を去り、ポッドキャスト会社であるオデオを共同設立する。2006年の後半にはまたオブビアスコープという新会社をビズストーンと他の元オデオの従業員たちと共に立ち上げ、 この時オデオの所有者からオデオのすべての財産を買い戻している。2007年4月にオデオはソニックマウンテンに買収された。オブビアスコープのプロジェクトの一つがツイッターであった。これは無料のソーシャルネットワーク券マイクロブログサービスである。ツイッターはウィリアムズを共同創設者兼取締役兼投資家として団体でスピンアウトして2007年4月に 新しい法人が設立される。2008年10月、ウィリアムズは取締役会の議長になった前任のジャック・ドーシーの代わりにツイッターの CEO に就任した。この交代については、ドーシーとウィリアムズとの間にあった確執が原因であり、ドーシーはウィリアムズに CEO の座を奪われたと言われている。2009年2月までには、コンピートトコムは、 自社の統計をもとにツイッターを最も利用されているソーシャルネットワークの3番目にランクさせたがこの時の統計値は月間600万人のユニークビジター数と月間5500万人のサイト訪問だったとされるツイッターは2010年4月14日の時点で世界に1億577万9710人の登録ユーザーを持っており 毎日30万人の新規ユーザーを獲得している。ユニークビジター数は今や月間1.8億に達しており、そのトラフィックの75%はツイッター .com の外部から来ているとされる。2010年10月4日、CEO の座を降りた。2012年8月、ビズストーンと共にブログサービスミディアムを立ち上げた。最色主義者である。 現在は妻である、サラモリシュゲと一人の子供と共に、サンフランシスコベエリア近郊に住んでいる。ありがとうございます。